皆さんお疲れ様です。即開事故の久保です。えー、このね、私の隠居 TV サブチャンネル、急遽作りましたサブチャンネル、えー、今までの結果なんですけども、見てください。99本の動画を上げまして、79名の方がチャンネル登録してくださいました。メインチャンネルがね、もう1万7000人以上ファンの方がいらっしゃるんですけども、まあ、しかしね、一から始めて、特にプロモーションしなければこんなもんなんですよ。うん。まあでもね、 逆に言うと、それでも79名の方が私のチャンネルを見てくださって、まあもっかね、毎日、このチャンネル登録者数の方ってのは伸びてますんでね、ありがたいことだと思ってます。で、あの手この手で、目立たないように目立つように動画を上げてるんですけども、というのがね、こちらのね、サブチャンネルがね、むちゃくちゃ流行っても、メインチャンネルにもうね、3、4かしたら戻りますんでね。だからここで新しいファンの方をいっぱい掴んでも、そのまま置き去りにしてメインチャンネルに戻るってことを考えたら、うーん、 まあなかなかね、継続してやっていくチャンネルじゃないですからね。あの、もう一つのサブチャンネルだった、あの、令和親戚も応援チャンネルは、ずっと継続するつもりでやりましたし、テーマがね、一本に決まってますんで。ですんでね、あの、急速な伸びをすることができるんですよ。で、こっから言えることなんですけども、やっぱ基本的には初心者の方は、YouTube チャンネルを育てようと思ったら、ワンメッセージですよね、やっぱり。ワンメッセージでずっといく。そのメッセージの中に、様々な入り口、切り口を入れていくってことです。まあ、例えばね、 あの恋愛に関するあのチャンネルを作るにしてもあの芸能人のニュースとか事件事故とかお金の問題とかっていうのを入り口にしていつの間にか恋愛につなげているっていう風な動画の作り方ですよねそういう風にやっていくとどんな切り口からでも恋愛に対してのメッセージを送ることができますので、えー、やっぱりね気象転結のケツがね恋愛のことですよっていう風なそんな話し運びになると思いますまあそれはちょっとお一人ですね私のチャンネル奮闘してるんですよほら 再生数見てください。ついさっき上げた動画ですけども、4回再生されていたりとか、まあ9回再生されたりとかね、28。再生数自体は少ないでしょゼロもあるんですよ。でもこうやって果敢に挑戦して、チャンネルを育てようとしてるということでございます。お、135なんてありますね。あ、あれか。第一生命のネオバンク。さすが、これは人気がありますね。すぐにお金が稼げるネタってのはやっぱりね、あの、いいですね。あ、ゼロもありますね。 まあこんな感じでね、100再生ってのはめったにないわけですけども、その中でも悪戦苦闘しているという、そんなお話でございました。YouTube をね、育てたいと思っている40代、50代のあなた私もこうやってね、一からやっていくと、こういうふうな形ですけども、でも、へこたれてるように見えます。ものすごく楽しそうにやってるでしょ。いや、面白いんですよ。このチャンネル、今度はどうやってね、育てていこうかなと思うんですよ。で、そこに今回、 3、4日したら戻るチャンネル、放置するチャンネルなんで、あんまり育てすぎてもね、ここで本当の新規さんを掴んでも、結局置き去りにして申し訳ないなっていうね、その狭間でやってるってことになります。まあそういう風にね、近日中にやめる予定がない方は、どんどん、あの、メッセージを送り続けて、動画を更新し続けてもらいたいなと思います。それでは。